自分との戦いの楽曲っていうのがあって、とにかく前に進んできた女性の曲なんですけれども、もちろん女性男性の曲なんですけれども、この解放された女性っていうのはこの後にとって、今ここではまだこう自分のプライドとか、あの前に進めない辛い気持ちであったりだとか、昔のトラウマであったりとか、そういうのに悩んでいる女性っていうのが結構テーマとして、こういうちょっと下の抜け出したい渦から抜け出せない女性の心の中で大きく表現している。今いろいろ最後の方に揺れながらとか止まってたもん、途中からちょっと蝶々がもう最後は巣立っていくんですよ。自分自身のトラウマから解放されたりだとか、自分の力に目覚めてこう壁を乗り越えてこうなんか羽ばたいていくみたいな、そのそれが蝶々が象徴ですね。だからそのちょっとシフォン素材であったりとか、女の子らしさの重量がついてるっていう感じではあるんですけども、いつまでここにコルセットが来ると倖田來未なんですけど、ここはあえてちょっとこう脱力感というか、悩んでる女性なので、ふわっとしたイメージで、それでもちょっとふわっとこうしてる感じのイメージで、今回空を飛ぶってことだったので、カーネットを作るってことだったので、腰回りが結構ホントシンプルにしたかったんですけど、見えないようにナチュラルに衣装として成立するようなファッションというのをすごく、目指していて、でプラスアルファの研ぎ澄まされた、その解放された解放感ということで、すごいキラキラするような素材でドレスを作りたいなということで今回作っていただきました。こうやって実際、あれが面白くて、あ、本当。
あれもうちょっと多いのがあってもいい。じゃあそれメインで、それメインで、それじゃあ OK で出たらすぐ来て。寄ってきた。お茶だけ飲んでいい。お茶ください。どうすか、釣られて。もう我慢我慢。やはり綺麗なものを取るには我慢が大切で、一番いいって言われるのね。ちょっとやってみようかなと思った体勢がさ、今の良かったですねとか言われてさ、やっぱりあれきつい体勢だもんなと思うのね。お前やっぱ撮影とか高額日になった時は怖くないのね。プライベートのくーちゃんの時は超怖いんだけど、箸も渡れへんし。そうそうそう。ラストぐらい。じゃあ、変わってますね。はい、頑張ってください。お願いします。仕上がりが楽しみですよ。なんかこういう撮影、ね、ライブでこう話すっていう機会が多いんですけど、ミュージックビデオとか見てすっごい楽しみです。